ヘリングはアメリカ海軍の潜水艦、ガトー級潜水艦の一隻。艦名は北、大西洋に生息する大西洋ニシンを代表としたニシン化の総称にちなむ。その範囲は広く、日本ではイワシと認識されているウルメイワシもヘリングの一種である。大西洋ニシンヘリングは1941年7月14日に、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港する。1942年1月15日に、レースピア少将夫人によって浸水し、艦長レイモンド・ W ・ジョンソン少佐の指揮下5月4日に収益する。成長後エリングは、他の潜水艦4隻と共にヨーロッパ戦線に投入された。10月21日、ヘリングは最初の紹介で地中海に向かった。 北アフリカ沿岸のステーションで、統治作戦に先立っての任務に従事。ヘリングは11月5日に、カサブランカに到着し、進行作戦は11月8日の朝に始まった。その日、ヘリングは、北緯33度34分成形 LA7 度52分、北緯33.567度成形7.867度、 33.567-7.867のカサブランカ近海で、ビシーフランスの輸送船ビルジュアーブルを発見し、魚雷を4本発射して2本命中させ撃破した。その後、マデーラ諸島方面に移動し、紹介を続けた。11月25日、ヘリングは35日間の行動を終えて、スコットランドのロスネースに帰島した。 12月16日、ヘリングは2回目の紹介で、ビスケー方面に向かった。しかし、ビスケーでは、思いのほか接触が少なく、中立国スペインの船舶のほかは、フランス沿岸に基地を持つ U ボートのための支援船一隻を見たのみであった。1943年2月12日、ヘリングは58日間の行動を終えて、ロスネースに帰還。 艦長が、ジョン・コーブス調査に変わった。3月6日、ヘリングは3回目の紹介で、ビスケ湾ワン方面に向かった。この紹介でも、漁船には多数接触したが、肝心の敵には、3月21日に北緯44度13分、整形08度23分、北緯44.217度整形8.383度、44.217-8.383の地点で、 有望ボートらしい物体に魚雷を2本発射して命中を報告した時以外はほとんど接触しなかった。4月12日、ヘリングは37日間の行動を終えてロスネースに帰還、ジョンソン少佐が艦長に復帰した。5月4日、ヘリングは4回目の紹介でアイスランド近海に向かった。この海域を突破しようとする。 ユーボートに対する紹介任務に就いたが、ユーボートは愚か、その他の敵艦船すら見なかった。6月9日、ヘリングは35日間の行動を終えて、ロスネースに帰島した。この後、本国への帰途のついでに5回目の紹介を行った。7月26日、ヘリングは19日間の行動を終えて、ニューロンドンに帰島、整備後、 8月9日にニューロンドンを出港、サンフランシスコのハンターズポイント海軍造船所でのオーバーホールの後、11月2日に真珠湾に到着した。11月15日、ヘリングは6回目の紹介で東、シナ海方面に向かった。12月14日、未明、ヘリングは北緯33度10分、統計125度00、分。 北緯33.167度統計125.000度、33.167125.000のチェジュ島西方で地2 0 6戦団を発見し、まず最初の目標に対して、魚雷を2本発射し、2本とも輸送船箱崎丸に命中して、これを撃沈。続いて、別の目標に対して、魚雷を2本発射するも、これは命中しなかった。 三番目の目標を7000トン級タンカーに定め、巨大を2本発射して1本が命中したものと判断された。12月27日には、病院船水穂丸を目撃、12月31日から1944年1月1日、ヘリングは新年をまたいで第4222船団を追跡し、まず12月31日深夜の攻撃で、 千鳥型水雷艇に対して、魚雷を4本発射し、うち2本が命中したものと判断される。続いて1月1日未明には、北緯32度15分統計138度02分、北緯32.250度統計138.033度、32.250138.033の青ヶ島沖で2つの目標に対して、魚雷を3本ずつ、計6本発射。 うち日本が特設航空機運搬艦名古屋丸に命中して名古屋丸を撃沈し一本がもう一つの目標に命中したと判断された。1月8日、ヘリングは56日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島。艦長がデイビッド・ザブリスキ・ジュニア少佐に変わった。2月14日、ヘリングは7回目の紹介で日本近海に向かった。 文語水道、九州沿岸を中心に紹介し、3月20日には、北緯31度32分統計133度01分、北緯31.533度統計133.017度、31.533、133.017の地点で、推定23ノットで航行する2隻の駆逐艦を発見し、 浮上攻撃で魚雷を6本発射するが、命中しなかった。3月23日夜にも、北緯31度35分統計133度10分、北緯31.583度統計133.167度、31.583、133.167の地点で、初春が地区間艦と思われる艦艇に向けて、魚雷を3本発射し、1本命中させたと、 判断された。翌3月24日に、ミッドウェイ島に進路を向けるが、その翌日の3月25日未明には、北緯31度50分統計135度07分、北緯31.833度統計135.117度、31.833、十3 5 1 1 7の地点で、鹿児島から鈴鹿に向かう、空母流砲と駆逐艦早島に接触するが、 攻撃はできず、早地もも、逆端で、ヘリングを探知して、戦闘配置を例したが、双方とも何事も起こらなかった。3月28日未明には、北緯33度05分統計140度03分、北緯33.083度統計140.050度、33.083140.050の地点で7000トン級輸送船に対して、 魚雷を4本発射したが、命中しなかった。4月7日、ヘリングは54日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。5月16日、ヘリングは8回目の紹介で、千島列島方面に向かった。5月21日に、ミッドウェイ島に帰港して、燃料を補給ご出港。10日後、ヘリングはバーブと合流するが、 その後の消息は不明となり、7月13日付で、喪失が宣告された。以下はバーブ及び日本側の記録からおおよそつかめた、ヘリング最後の日の出来事である、解剖艦石垣5月31日に北位48度28分、東計151度04分、北48.467度東計151.067度、統計15 48.467、48. 151.067の地点で、バーブと合流したヘリングは、ノームの中松和島の西方150マイルの地点で、レーダーを使って、輸送船団を発見した。この輸送船団は、松和島から小樽へ開港する空船で構成された輸送船団であり、解剖艦医師ガキが先導していた。ヘリングは、バーブと船団攻撃の手順を打ち合わせた後別れた。 ヘリングの方が先に戦断を確認したらしく、バーブが戦断を確認して攻撃体制を整えようとしたとき、遠くで爆雷が炸裂する音が聴取された。魚雷を3本発射した後に浮上すると一人の日本人が漂流しており、救助の上尋問すると石垣の唯一の生存者であることがわかり、このことからヘリングが石垣を撃沈したことが分かった。 日本側の記録では11時30分頃に石垣は雷撃を受け、艦首を防止した石垣はそのまま爆雷攻撃を実施していたようだが、ほどなく沈没した。石垣の沈没地点は、北緯46度26分統計151度36分、北緯46.433度統計151.600度、 四四十六点三三百五十一点六零零と記録された、バーブも完全と船団に接近して輸送船を撃沈し、バーブが撃沈していない分、すなわち輸送船北洋丸はヘリングが撃沈したことが分かった。船団で生き残った海軍徴用船岩木丸は、急遽松和島の山戸湾に引き返した、六月一日朝七時四十三分頃、ヘリングは、 大和湾に侵入、魚雷を6本発射して、停泊していた岩木丸の右辺に魚雷を2本、命中させて撃沈。同じく停泊していた陸軍船ヒブリ丸にも、魚雷を2本命中させて撃沈した。ヘリングは、さらなる敵を求めて、湾内に深く侵入してきたが、7時56分頃に、島の南東端である台湾崎あるいは宇崎に触れ傷し、 浮上して、更新を開始する。これを見た、陸上砲台はこの後期を逃さず、距離1200メートルで、重砲撃を開始し、湾内に攻撃目標とならず残っていた、陸軍戦航海丸も応戦してきた。陸上砲台は12.7センチ広角砲8発、12センチ砲51発、8センチ広角砲63発、 各種機銃弾2986発を発射の上、司令塔に2発命中させた。ヘリングの姿は8時5分頃に、天外山の130度3500メートルの地点で、ノームにより見えなくなった。記録には、水砲が5メートル幅の範囲を覆い、重油がおよそ15マイルを覆ったとあるが、先行不能、とならしめたること確実と任務るも撃沈するに至り、ラズとも記された。 しかし、結果的にヘリングは、司令塔への命中弾が致命傷となり、その場で沈没したものと考えられている。この際にザブリス機関長以下83名の搭乗員全員が戦死した。ヘリングは、最後の紹介で4隻の日本船、総トン数13,202トンを撃沈し、撃沈総トン数は19,959トンに上った。 ヘリングは第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。ヘリングの記念プラークはカリフォルニア州シールビーチの海軍兵器ステーションに設置されている2005年6月、松和島の沈没地点近くに記念プレートが設置された。設置の記念式典は ロシア人研究家のエフゲニー・ベレシャガが率いた第4回カムチャッカ・クリル歴史地理調査の際に行われた。2016年、ロシア地理学協会とロシア国防省の合同調査により、松和島沖104メートルの海底でリングの残骸が発見された。ヘリングの状態は良好だが、着底の際に艦首が変形していた。また、看板上の兵器は、 戦闘体制に入った形跡がなく、反撃の間もなく沈没したことが判明した。2019年、ロシア地理学協会会長のセルゲーショイグ国防省は、2020年にヘリングの残骸を引き上げる計画を明らかにした。バーブ、ブラックフィッシュガンネルシャードコの紹介の戦時にし、戦闘報告は存在しない。1943年10月7日に、 新井拓島近海ですマイナス44を砲撃により撃沈している。岩木丸は、駒マグ PP180 から181及び、木又敵戦九9 8 9 p p 1 1 0から111では、日振丸と共に、松和島に入港したものとしている。当初は神風型区逐艦一隻と護衛艦一隻の戦果とされた。ありがとうございます。